まあ、ちょっと安保報道のね、話からちょっと外れますけど、うん、最近あのウィキリークスの、ね、はい、発表で、まあ、アメリカ NSA があの日本の政府機関を、まあ、傍聴していた、盗聴していたということで、まあ、これをちょっと私も注目して、まあ、どういうふうにメディアも報道していくか、まあ、日本政府もどういうふうに対応していくのかということをあのちょっとウォッチはしてるんですけども、うん、小川さんはこの件はどういうふうに見ておられますかね。いや、これはあの、うん、まあ、当たり前のことだというふうに、うん、まあ、各国受け止めてきてるし、はい、アメリカがその同盟国を含めてしかも民間まで、ね、うん、視野に入れて、うん、戦後一貫して盗聴しているというのは知ってるわけです、うん、だから時にはその抗議をし、うん、あるいは時には抗議はしないけれども、水面下でね、うん、あんたらこんなことやってるけど、うん、それで信頼関係保てると思うのっていうことでアメリカをつついて、まあ、いろんな案件の取引をしたり、うん、いろんなことやってるわけですよ、うん、それが、まあ、たまたまそのスノーデンさんが、うん、まあ、明らかにするというような流れの中でね、ウィキリークスの、まあ、文書でこれが出て、うん、でこの、まあ、日本も政府関係全部やられてる、うん、で官僚個人がね、盗聴されたとか全部出てるわけですよ。ただあのこれ読んでてね、まあ、安倍さんがまず抗議をして電話会談してバイデン副大統領とやって、まあ、一応そのすんませんって話はして、うん、今はやっていないって答えたんだよね。そうですね。だから昨日までやってたかもしれない明日やるかもしれないかもしれないっていうかもね。まあその皆さんの、ね、受け止めもありますけど、まあ、今更、うん、みんな分かってたよというかね、そんな感じの受け止めがこうあるのかなと思いますけど、まあ、もちろんそれはあのアメリカがそういうことをやってておかしくないなっていうのは、まあ、一般的な、ね、うん、あの受け止めなんでしょうけれども、まあ、やってておかしくないなっていう、ね、今更だっていう話はそれはそれとして、だから当然あのやられてるっていう前提で対策もしないといけないし、それを前提で、まあ、内部に、ね、何も盗聴されてないだろうというような前提で何かやるっていうのはおかしいというのは当然だと思うんですが、一方でこれだけエビデンスが出てきている以上を国としてどういうふうに対応するのかというのは、まあ、今更感という話と別にやっぱもう一つあるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だからまずはあの、うん、日本としては珍しく総理大臣が、ね、向こうの副大統領に抗議した、まあ、形だけかもしれないけどこれは極めて大事なんです。で対策をどう講じるかというのは日本はもう本当に遅れてるからね、うん、この辺は、まあ、あんまり言っても仕方ないぐらいのレベルなんですよ、うん、ただこの記事を、まあ、読んでね、うん、まあ、いくつか感じたんですね、うん、一つはね、はい、うん、このウィキリークスの関係でドイツのメルケル首相の携帯電話が盗聴されたのが出てきて、はいはい、ものすごく猛烈に抗議して ね、あのメルケルが、はい、アメリカが、まあ、結構メルケルちゃん勘弁してよって感じでね、うん、どんな取引したのか分かんないけどそういうぐらいの時があった、うん、でもね僕が頭に浮かんだのはメルケルと日本は随分違うって話だ、うん、メルケルの携帯電話で盗聴されてたのは、うん、あの彼女が所属している政党の公用電話、うんうん、で首相としてのね、あの携帯電話あの完全な盗聴防止、システムに入ってて盗聴できない。ところがね、よくも私の盗聴したわねって、それを材料に突っ込むんだからね、はいはい、役者ですよなるほど、すごいよ。まあ、あんまりそういう意味では重要な電話じゃなかったっていうことなんですか。まあ、自民党総裁用のね、うん、結構みんなが盗聴できるような電話だったとかね、うんうんうん、そんなレベルのやつだった。なるほど、うん、でもアメリカの大使とか呼びつけたりね、そこまでかなりだから役者なんですよ。強硬な措置を取ってましたよね。あとフランスも盗聴が発覚したときは、まあ、かなり大統領、あれは大統領でしたっけ、お声明を出したと思いますし、まあ、大使を呼びつけて、ね、抗議したとかそういうこともあったと思いますね。フランスのトップはね、やっぱりいろいろあるんですよね、うん、僕らはすぐ週刊誌的に勘ぐっちゃうんだけどね、うん、はい、彼は護衛もつけずにランタタン乗ってね、うん、バイク乗って愛人のとこ通ったとかねだからそういうのも全部盗聴されたとなると頭くるだろう
でも本当になんていうかメルケルさんの役者ぶりっていうのをこの記事で思い出したっていうのは一つですね、うん、で日本の場合はね総理とか総理執務室の盗聴は向こうはね、うん、NSA が出てくるまでもないということで、うん、やってないかもしれない、うん、もっと原始的な手段で盗聴可能だから、うん、総理官邸はあそれだけ無防備だってことですか。いや日本ぐらい の,、技術力を持った国だったら、そんなはずはないのと周りが思ってるってところが、まあ、ポイントなんだけれども、アメリカは分かってますよね。これ盗聴されてた情報がイギリスとかいろんな5カ国ぐらいですかに共有されてたっていう話も出てきましたね。だから英語圏5カ国、うんまあ、アメリカ含めて5カ国ですね、うん、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、ここには提供可能だって、うん、これはね、あ、エシュロンがまだ生きてたのかと思ったんですよ、この記事は、うん、エシュロンというのは戦後間もなく英語圏5カ国で情報を共有するための仕組みを作った、うん、もちろんアメリカとイギリスが中心なんですけどね、うん、それがまだ動いてる、うん、でこのエシュロンはそのいわゆる、民間のしかも友好国同盟国の情報まで取ってきてる、うんうん、でそれの重要なその、施設は青森県の三沢基地にある、うんはい、でそのスノーデンもそこにいたという記事ですね。そうですね。で今もう僕らその専門家じゃないからね、うん、ドームの中にあるアンテナがどんなものか分かんないんですよ、うんはい、衛星経由のものばっかりで。ただ昔もう今はもうやめちゃったけど、象の檻と呼ばれる、はい、その直径440メートルのフレームを持つ巨大なアンテナがあったけど、うん、エレファントケージ、僕はまあそこに入ったことあるんだけど、これはずっとその旧ソ連や北朝鮮や中国 の, 特に軍事情報を傍受していると言われてたけど、実は1960年代半ばには三菱商事のテレックスを全部傍受していたっていうのが分かっちゃった、うん、三菱商事がモスクワから東京まあ手に打ってるものとかね、ああ民間やってんだ、うん、でそれをそのまあ必要に応じてそのエシュロンを構成する英語圏の5カ国で分け合う、そういう構造が、うん、そのうちの1カ国と今度はね、うん、同盟国に近い関係を日本は構築した、うん、オーストラリア、はい、どうするんだろうねオーストラリアエシュロン抜けるというかな、それとも日本も入れというかな英語はできないけど英語圏に入れてるとかねそうですね。まあこれちょっと私まあ、新聞の方のね、ウォッチをしているので、ちょっとだいぶ取り上げ方が気になるかなと思ったんですね。まあもちろんやってるだろうという前提ではあるんですけれども、やっぱりそれなりのニュース価値のあるスクープだと思うんですけれども、まあ、それについてあんまり、読売新聞とかですね、産経新聞は報道をちょっと控えてるんじゃないかと、うんまあ、いうことが伺える。積極性が感じられない紙面の扱いでしたね。扱いでしたね、うん、で、まあ、朝日新聞、毎日新聞あたりは割と、ちょっと欧米との対応はねちょっと全然違うんじゃないかというところをつつくような、まあ、ドイツとフランスの例を出したりするような、まあ、若干分析記事も書いてましたけど、うん、読売産経はそういうところは全然なくて、まあ、ベタ記事扱いのような感じがありましたね、うん、で社説もだいたい朝日とか毎日、それから日経あたり、読売も昨日書いたんですけれども、まあ、産経もまだ、今日の時点で書いてなかったと思いますね、社説にも取り上げてない、割とちょっとメディアがこの問題に対してそれほど関心を持ってやっていないというのは若干疑問は持っているんですけど、まあ大きく取り上げると今のその、平和安全法制の、はい、反対論に火をつけるとか、うん、勢いづかせるというのがあって、うん、まあそれがその安倍政権を支持するっていう読売新聞とかだけじゃなくてね、やっぱりそのちょっと余計なその混乱の原因を作りかねないという判断はあったかもしれないですね、タイミングとしてね、うん、まあ、さっきの西部方面総監の人事じゃないけどね、うんうん、そういったことも含めてね、うん、
今はとにかく混乱させない方がいいだろうという判断は、うん、読売、産経、日経には明らかに働いています。またそれはちょっとジャーナリズムっていうのはね、やっぱり そういう政治的な立ち位置で、まあ、真実を報道するかどうかっていうのをこう決めてもらうと、それはそれでちょっとね、やっぱりまずいのかなという感じはやっぱりしますけどね。まあ、そういうそれだと、まあ、なんていうんですかね、まあ、なかなか国益とかそういうのどういうふうに捉えるか難しいですけれども、まあ、読売産経はそういうどっちかというと国益の観点から安保法制を推進していると、でもいざアメリカから、まあ、主権侵害のようなこういった盗聴行為があっても、あまり追及しないということになると、まあ、結局アメリカ追随の、ね、姿勢が出てるだけじゃないかというふうな、うん、まあ、逆にそれは反対側からすればそういうつつかれている材料にもなるわけ、うん、あ、やっぱりそうなのかと、読売産経がそういうふうに賛成論を言っているのは結局アメリカに対しては立てつかないという路線でやっているわけだから、いずれ例えば集団的自衛権をね、まあ、イラク戦争とかは分からないけどそういうとんでもない時に巻き込まれるというような時にきちんと日本の立場も主張できないんじゃないかと、それは断固ね日本としてはやりませんとかそういうことも言えないでずるずるいっちゃうんじゃないかっていう、そういうやっぱり、懸念をねやっぱり持たれかねない、そういう行動姿勢なんじゃないかなという気はしますけどね。だからその読売産経日経に比べると、うん、安倍さんがその先を言ったわけですよね。つまりね、日本としてね、うん、姿勢を示さなきゃいけないのは、うん、親しき中にも礼儀ありでしょって話なんで、ね、はい、でそれは一応言っとかなきゃいけない。そうですね、安倍さんはそれを言ったわけです。そうですね、まあ、ただちょっと気になったのが、まあ、これフランスだったかドイツだったかどっちだったか忘れましたけどの場合は、まあ、盗聴がウィキリークスで発覚したときはすぐに国家安全保障会議のものを即日開いて、でもう翌日声明を出してっていうようなですね、まあ、かなりもう一両日中にもう急展開っていう動きがあったわけですけども、今回はですね、まあ、金曜日の夕方にウィキリークスが発表して、それでどうなのかなと思うと、土日はもう何もね音沙汰なく、で国家安全保障会議も全く開かずに、その後も多分開いてないんじゃないかな。確かどっか記者が質問しても、まあ、そこまではねまだねやりませんっていうような感じだったと思うんですけど、その辺は国の危機管理という観点からしてどうなんですか。やっぱり今素早くね、まあ、親しき中にも礼儀ありというレベルでもいいから、うん、きちんと発信すべく、うん、国としての政府としての、まあ、仕組みを動かす。そこではその NSC ね、うん、国家安全保障会議を4大臣会合でもいいから開いてやるというのは大事でしょうね。まあ、独自に日本独自でも情報がね公開されているわけですから、これが実際に自分たちが喋った内容なのかって読めば分かるわけですよね。もちろん事実確認を米国側にこう要求して認めさせるということも、まあ、一つのプロセスとしてあるんでしょうけども、日本でやれることもあるわけで、まあ、やってるんでしょうけども、もちろんね、やってるんでしょうけども、あまりにもそれがね、見えてこないし、あんまりなんていうんですかね、メディアの質問の仕方も、いや、アメリカに今事実確認求めてます、あ、そうですか、でおしまいみたいなね、ところで終わってる。だから多分続報も書きようがないと思うんですよね、ネタがないのでだからどんどん記事としてもあまり続報が出てこないのかなというふうな印象を持ちましたね。そうですね、うん、まあ、まあ日本のレベルっていうのはこれを見れば分かるんですけど、うん、ただ結構今日はいろんな話がありますね。最初の、制服デモの話から盛り上がっちゃったものですから、はい、失礼しました。いい、でも本当にこの先制攻撃なんかの報道を見てもね、あるいはその、うん、経済的徴兵制、の報道を見ても、それから虚構の非戦闘地域って報道を見てもね、はい、やっぱり現実をきちんと抑えて批判をするなりなんなりっていうのがないっていうことが明らかになってますね、はいはい、うん、そうですね、まあ、批判でも賛成でも反対でもそれぞれいいと思うんですけどね、やっぱり
現実もそうだし、あと専門的な知識とか事実、ファクト、そういったものに基づいてやんないと、まあ、先制攻撃とかその、まあ、徴兵制とか少なくとも今の法案からは、ね、全然関係のない議論ばっかり出てくるっていうのは、まあ、非常に有識ことかなと、あまり意味のある議論がなされてないのかなというふうに思いますね、本当に。いやもう、うん、次のこの今月の誤報の会にはね、はい、材料なくなっちゃったよ、マスコミがまとめになっちゃってっていうぐらいの展開があると面白いんだけどそうですね、なかなかそう、もう本当にどんどん毎月のようにネタが豊富で時間内に終わらないんですけどただやっぱり、まあ、どこがいい悪いじゃないけれども、なんとかその批判に応えていって自分たちのやっぱりその発信力をね、まあ、国民に示したり、あるいは読者をちゃんと維持していったりしようとしているのは朝日が一番必死で取り組んでいるって感じですか。まあ、本当は朝日はね、昨年の問題があったので本当に生まれ変わるチャンスだと思うんですよね。だからまあそこは僕は、応援してるというか、ある意味頑張ってもらいたいんですけどね。まだね、抵抗はしてるんですけど ね、 なかなかね、無駄な抵抗してるのが中にいるけども、まあ、全体としてはだからきちんとやっていこうという流れにあることは間違いない、うんうん。